して温かく、どんなに泣いても悲しみは私の中から消えてくれない。この日の
とどのくらい愛されますか、あとどのくらい私は一人でどうにかなるから、いい人必ず見つけてほしい。小石を一つずつ並べるように、いろんな思い出数えています。人から幸せの意味、あなたは手を取って教えてくれました。ありがとう、あなた。あとどのくらい愛されますか、あとどのくらい年頃になったね。私の幸せはどこにあるの、近くなる遠くなる、そして隠れるルール。私の恋人はパパに似てる、唇も髪の毛も指の形も。三人でお見合いしましょう、いつの日にか、いつの日にか。なんだかこの頃綺麗に見えるのさ。私の幸せは誰がくれる、あの人かこの人か別の人かな。私の恋人はパパに似てる、笑い話す仕草も。三人でお見合いしましょう、いつの日にか、いつの日にか。
私が踊り子の顔をはっきりと見たのはこの時が初めてであった。湯ヶ島へ来る途中、修善寺へ行く彼女たちと井川橋の近くですれ違ったが、私は振り返り振り返り眺めて、すっかり旅情が自分の身についたと思った。あれは確か大正の末、私が旧制第一高等学校の3年に進んだ秋、私は生まれて初めて一人で伊豆の旅に出たのであった。わあ、青空が見える。そうきゃ、この目は連れてた子がこんなに大きくなって、女のこと早むんだねおめえさんも楽しみだね、この子がこんないい娘子になってほら、いつまで見てんだよ。ほら、伊賀野に行けばおきみちゃんに会えるね。ああ、きっと会えるよ。あの人たち今夜どこ泊まるんでしょうね。どうけ泊まるか分かるもんかね。旦那さん、客があればある日で、どうけだって寝るだから。あの連中は今夜の宿のあてだって分かるもんかね。あんた関わりあねえ方がいいですよ。あの手跡は気をつけなさいよ。
この海の上。
ちゃんはあんたに膝枕をしてな。はい、この頃は口では言いなさらんけれども本に疲れるらしゅうて、帰るとすぐうちの膝を枕にして寝てしまうて。大きなるいこっちゃ。ああ裏も戦死した天使にせめて一度でも膝枕をしてやりたかったがよ。寝た寝たよいこの子うさぎ、寝た寝た親の車降る雪、ボタン雪。いやわしも仲間に入れてもらいますけ。この千人針を町会の人が持ってきてくれたですが。いやそれはどうも。本にすまんこったすな。それじゃあ園田純吉君の武運長久を祈って乾杯しよう。じゃあ乾杯。乾杯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 。どうぞご無事で。さあさあ皆さん今夜は賑やかにやりましょうで。久しぶりにおじいちゃんの屋敷節が出るかもしれんで。そうだ小雪、今夜は小引き歌をやってくれる約束だったね。でも皆さんの前じゃ恥ずかしいが。ダメよ小雪さん、純吉さんの壮行会よ。そうじゃ小雪さん、やってください。わしにも聞かせておくれ。小雪、最後の番だよ。僕のためにやってくれよ。はい、やります。よし、いいぞ。
心が一つに